それでは数学講座、高校数学、数学検定、大学受験学び直しのためにを始めたいと思います。で今回から、まあ、いわゆる本編に入っていくわけですが、高校数学をやる前にですね、まあ、少し復習も兼ねて、数とは何かというのをお話ししようと思います。で、ここあたりからですね、本格的に数がどこにあるかっていうのを意識しないといけなくなります。実際に受験なんかの問題で、x を実数としてたとか、x を正の整数とするだとか、あとは解を複素数の範囲で求めよみたいな指定が登場してくるからですね。でもちろんその種類に対応する名前、もしくはその名前の意味とかですね、そういうのはもう約束なのでちゃんと覚える必要があります。ということで、まずは数の整理から始めましょう。で、次ぐらいのですね、数の種類と名前について知っておく必要があります。まあ、まずはそこにもすでに書いてありますが、自然数ですね。自然数で、まあ、整数で、あとは分数ってのもやってるわけですね。で、名前として有理数ってのもあるわけです。あとはこれも高校以降になるともうあんまり使いませんけど、有限小数、あと循環小数ですね。循環で、あと無理数と、無理数とあって、あと無限小数ですね。これにあと実数、虚数ですね。間違ってた。で、最後複素数とあるわけです。で、応用上というか、あとはもしくは大学に行くと他にも数って言われるような概念はいろいろあるんですけど、まあ、ここでやるのはこのぐらいですね。で、この中で一番広いのが複素数です。で、ずらっとこうやっただけだと、まあ、ちょっと分かりづらいので、図のような形で大雑把に分類も見ておきましょう。それではちょっと図でやってみましょう。横に長くなるのでちゃんと全部入るといいんですが、で、まず一番大きいのは複素数ですね。実数と虚数とあります。で、実数が大きく分けて有理数と無理数とあるわけですね。で、この有理数っていうのはいわゆる分数のことです。あとでまたやりますけど。で、
ブスじゃない、有利数が他に分かれて、まだ分かれてて、整数と、まあ、有限小数と、有限小数で、あと循環小数と、循環となってます。でこの中にさらに自然数があるんですね、自然数、でこの循環小数と無理数が、無限小数ですね、大雑把に言ってこんな感じになってます。で中学校以来実数は数直線でイメージ作ってると思うんですね。一応書いておきましょう、数直線で、数直線上に乗っかってる数っていうのが、ちょっと待ってくださいね、ここのとこですね、この上にあるものが数直線上に乗っかっています。で虚数っていうのが数直線上に乗っかってないわけですね。特にいわゆる準虚数っていうのが乗っかってないわけですが、まあそれについてはまだ後で触れる予定なので、ここではそんなにきちんとは触れません。であと、まあ自然数だとか整数だとか有理数みたいなのはもうすでに小学校からやってるわけですが、一応簡単に復習もしておきます。それではまずは自然数ですね。自然数何かというと、まあ数直線上で1より大きい部分に乗ってて1に差し5っていうやつです。5ちょちょちょというこっかやつですね。で無限個あるので全てはかけません。であと一応注意なんですけど、少なくとも日本の高校だとテロは自然数に入れません。自然数に入れない。これ大学行くと入ったり入らなかったりします。私は普段自然数って言ってテロを入れてる方なんですが、まあここでは入れないですね。でちょっといつも入れちゃってるので間違えてテロを本を自然数と言ってしまう場合あるかもしれませんが、高校ではテロは自然数に入らないので普通注意してください。で自然数はというか今言った意味での高校で使う自然数っていうのは正の整数と呼ばれる単位もあります。テロを入れない場合ですね、そういう場合は非負整数ということがあります。要はゼロプラスって書くのよくないな、もういいか。ゼロと自然数の全体のことを非負整数ということがあります。非負これも記号というか集合で書きたかったりするんですが、まあ集合はここではやらないので、ここでは一応ここではというか
まだやってないという扱いなので、しっかりとあんまり使っていくのはやめようと思います。で、今度整数ですね。整数は何かというと、これまず0を入れてプラスマイナスの1ですね。で、2、3とというふうにしていきます。要はマイナスも含んでるわけですね。で、改めて解くと、これ0が入るというのはきちんと強調しておこうと思います。で、有理数はいわゆる分数のことです。いわゆる分数と。数学的にもうちょっときちんと書くと、これ mn がこれ整数ですね。で、 m は0でないとしときましょう。で、この時に、m 分の n とかける数のことです。でですね、ちょっとこういう説明ばっかりでもあれなので、まだきちんと全部復習とか紹介やってないですが、説明ばっかりだと退屈だと思うので、一つちょっと練習問題をやってみましょう。というわけで問題、次の数を、脳が抜けた、何がいいですかね。自然数、ちょっと一方頭いいや。自然数、整数と、なんだっけ、有理数か。有理数で無理数虚数か。数に分類してくださいと。で、その数は何かというと、まず 1.2 ルートマイナス2の2乗7分の1 0ルート5で、円周率 π マイナス76 222分の3マイナスルート4マイナス 3.1 ルート12分のルート3で、あと 0.333 ちょんちょんちょんというやつですね。これを自然数、整数、有理数、無理数、虚数に分けてくださいねというのが問題です。あ、これもしかして元のこの喋る元にしてる原稿あるんですけど、それ共有というかどっかにアップロードした方がいいですかね。まあ、ちょっとひとまずこのまま進めますが、で、これだとですね、ちょっと見づらい数があるので、一部の数を見やすく書き換えておきましょう。
で、まあ、まずこれなんですけど、これはまあ10分の12ですね。要はコープトログですね。これもすごいひねくれてますが、これ2ですね。でこれは有理数みたいに見えますけど74ですね実際。でこれが 2i ですね。 i っていうのはいわゆる虚数単位です。でこれは上で小数を分数にしたので、こっちも合わせてやっておくと、これ10分の31ですね。でこれもひねくれてますけど、ルート3で割って2ですね。でこれ後で復習しますけど3分の1です。これに注意して分けていけばいいですね。で結果を言うと、自然数は色変えますか、これ自然数ですね。でこれも自然数で、あとこれも自然数ですね。あともちろんこれもで整数なんですが、さっきも図で見ましたけど、自然数は整数なので、自然数って言って引っ張ったやつは全部整数になります。つまりこれとこれとこれとこれはもう自動的に整数ですね。で自然数でない整数を入れる必要があるわけです。それはこれですね。まず0で、あとマイナス7もそうですね。マイナス7これだけですかね。じゃあ今度有理数で、整数は有理数なので今やったこれですね。これと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 これは全部有理数です。で他にあるかって話したんですが、それがあるわけですね。まず 1.2 これ有理数ですね。であと7分の1有理数ですね。これいわゆる分数なので、であとなんだ、あとなんかあるかな、ああとこれですね。これもそうですが、これが有理数です。であとは無理数と虚数ですね。でまあまだちゃんと言ってないですけど、無理数っていうのは有理数でない数のことなので、ルート5と π ですね。これが無理数です。であと最後虚数、これ高校生だともちろん知らない人がいるでしょうが、これが虚数ですね。虚数まあ、きちんと書いた方がいいかもしれないですが、ちょっと大雑把にこんな感じでここで終わろうと思います。で次循環小数をやって今回は終わりにしましょう。というわけで循環小数、まあ、今一つ最後に出てきたやつですね。0.333 っていうあれです。循環小数と、でも今ちょっと言いましたけど、要は数が繰り返し出てくる小数のことです。でもちろん例としては 0.333 ちょん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 とか、あとは 0.1171717 みたいなやつですね。
0.333 だとこの3が借り返してくるわけです。でこっちはこの117が借り返し現現れるわけですね。でこの繰り返しのことを循環節と言います。でこういうの言うとまた覚えなきゃいけないのかみたいなことを思う人がいると思うんですが、まあこれちょっと指す言葉がないでむしろ不便なのでちょっとしょうがないですね。でこれ循環小数っていうのは有理数なんですが、有理数っていうことはこれ分数でかけちゃうわけですね。でその表記の仕方もやっておきましょう。分数表記、よいしょ。でこれやっぱり考えた人すごい頭いいと思うんですが、まあこう文字を使って何とかとしておくわけですね。でここからがすごいんですけど、よく思わせたなと思うんですが、これ 1000x としておくとですね、 117.117117 とこうなっておくわけです。でこの x と 1000x 辺辺引くと 999x イコール117になるわけですね。でここから x イコール999分の117 でこれ約分すると111分の13ですかねになります。で実際にこれを戻すとそうなることも分かります。でこれもしかするとなんでいきなり線なんて引っ張ってきたのというのを思う人がいるかもしれないので補足しておくと、 1000x にしておくとですね、引き出した時にこことここが一気にザッと消えるわけですね。でもちろん消えるからこうやってスッキリと剥げるわけですが、できちんとそうなるように10倍とか100倍だとか1000倍だとかしてあげる必要があるわけですね。で x イコール 0.117117 っていう場合にはこの線が必要だったので、ここでは線にしてるというそんだけです。で一応念のため言っておくと 0.333 の場合は10倍にしておけばいいです。であとこれもまあうるさいことを言うと、有理数の定義をもう少し ちゃんとやれば循環小数が本当に定義から有理数なんだっていうこともわかるんですが、それちょっとやっちゃう、やってると大変なので詳しくは省略します。でまああの後で一応言葉自体は説明しますけど、 N 進数の表記っていうのがあるんですね。でその N 進表記まで考えた上で言うんだったら、循環小数っていうのは適当な N に対して N 進数の表記で有限小数になるような数というふうに言うこともできます。でまあ有限小数は明らかにって言うとあれですけど、定義から言って有理数なので、まあ有理数ですよねという感じです。で今ちょっといろいろ言ったことはわからない人は無視して構いません。で循環小数って
0.11 なら11なのでこうちょんちょんちょんというのがあるわけですけど、ここはめんどくさいわけですね。でしかも張り返しがあるっていうのを示すためにいちいちこう3つぐらい書かなきゃいけないのもめんどくさい。めんどくさいのでそうそういう部分を省略して、しかも分かりやすく書く方法があるといいわけですね。で実際あるのでそれを紹介します。ちょっとまずは色を変えましょう。で略記法、でまあ最初にまずまとめて言うとですね、循環節の上に点を打てばいいわけですね。循環節、スクイージー間違ってますね。かもなんか字おかしいですけど、まああんまり気にしないでください。循環節の上に点を打つ、点を打つと。で循環節の長さによって少し書き方変わるんですが、基本的には書き方が楽になるように決めています。表でちょっと書きましょう。循環節の長さ、長さ、で書いておきますか。概要で例ですね。で循環節の長さ一つの場合は、循環節の上に単純に点を打ちます。単純に打つと、これ何を言ってるかというと、333っていうのをこういうふうにしてあげればいいですね。ちょっとで2の場合、これ循環節が2つ数あるので両方に打ちます。 0.1717 みたいなやつですね。これは 0.17 でここの上に2つつければいいです。で3以上ですね。でこれ循環節の最初と最後に打ちます。最初と最後、これ何を言ってるかというと117117、こういうようなやつは 0.117 で最初と最後ですね。こういう感じになります。であともう一個例1を挙げておくと2234みたいなやつは2234で循環節2234なので最初と最後にこう打つと、こういう感じです。で最後に一応この循環節の省略の仕方の練習をやって終わりにしましょう。で問題、次の、まあ一応2つにしておきますけど、2つを、省略記号とあと分数表記ですね、これの両方で書いてください。 0.77 とあと 1.123123 ちょんちょんちょんと。で自分でやってみた人はしばらくちょっといちいち手足にして考えてやってみてください。で回答ですね、もうこっちでは早速入りますが、回答
で、まず略記ですね。略記に関してはこれが、これ10月1個だけなので、ここ1個でもこれで終わりです。で、1.123、 こっちの方は 1.123 で3つなので、最初と最後にやってあげればいいですね。で、句はこっちで終わりです。で、分数表記、で、これ問題はさっきの例だったら、まあ、いわゆる何倍してあげればいいかと、そういう話ですね。一応やりましょう。 0.7、 これはですね、 10x にしてあげればいいですね。そうすると 7.7 になると。で、ここから 9x は7なので、x イコール9分の7というふうになります。で、 1.123 の方ですね、これは今度は 1000y ですか。1000y を作ってあげます。そうすると 1.123 で 1.23、 あと循環と、こうすると 999y が、1122ですかね。あ、9一個抜けてる。で、こうなると、こうなるわけですね。で、とりあえず3で割れるのかな。3で割れるから374か。でも、まあ、これもうちょっともしかしたら割れるかもしれないですけど、いいのかな、これで大丈夫か。これで終わりですね。で、数の重加小数カレーまではこれで終わろうと思います。次回は無理数だとか実数の話をしようと思います。でも、入れれば虚数とか複素数も少し説明を入れようと思います。それでは、お疲れ様でした。